STG-45 または MP-45 とは第二次世界大戦末期のナチスドイツにおいてモーゼル社が試作したアサルトライフルである。当時としては先進的なローラー遅延式ブローバック機構を備えていた。ガーイと 06H 試作突撃銃、STG-45 の起源については第二次世界大戦末期に オーベルンドルフ・アムネッカーのモーゼル車程化器設計班にて設計された MKB ガーイと06なる突撃銃まで遡ることができる。ガーイと06もまた 7.92EX33mm 弾を使用し MG42 で用いられたローラーロック式小トリコイル機構を利用していたが重心は固定式で従来型のガス作動式ピストンロッドを備えていた。 その後、注意深く気候を調整すれば、ガスシステムを省略できることが分かった。この結果、ガーイと 06H が設計され、この銃の正式名として、STG45 が与えられたのである。しかし、すぐに設計上の欠陥が明らかになった。すなわち、発射薬の燃焼ガスのガス圧によって薬莢が薬室の壁に押し付けられ、薬莢切れによる、 排砂や不良が生じるのである。最終的に薬室内に発射ガスの一部を導く溝を刻むことによってこの問題を回避することに成功した。発射ガスの一部が薬莢前半の周囲に導かれることで、その部分では薬莢の内外で圧力が均衡するため薬莢の膨張が緩和される。全周囲が膨張して薬室の内面と密着するのは 薬莢の後半部分だけであり、発射ガスが後方へ吹き抜けることを防止する。この機構のため、STG45 から排出される薬莢の前半、側面には特徴的な溝や焦げ跡が残るが、これは後のヘッケラー国ホ製突撃銃と同様の特徴であった。当初から STG44 を代替することを意図して設計されていた。そのため、 STG45 は STG44 よりも安価でなおかつ生産性に優れており、1兆あたりのコストがおおむね70ライヒスマルクかかる STG44 に対して STG45 のコストは理論上45ライヒスマルク程度であったとされる。しかし、終戦までに完成したのはわずか30兆、しかも部品のみであった。このため、現代において、 s t g 4 5として保存されている銃器は終戦後に前述のパーツを組み立てたものであり、ストックなどの一部パーツは戦後に製造されたものであるとされる。s t g 4 5は s t g 4 4と同一の30発箱型弾装を使用することを意図していたが、一般には国民突撃銃と同様の10発箱型弾装を装填した写真で知られている。これは モーゼル社の技師らが、性能試験を行うより、小型で邪魔にならない10発弾倉を、しばしば使用したことによるとされる。シームモデロ1950、STG45 の影響を受けた、フランス製突撃銃、30カービン弾を使用する。戦後、かつて、STG45 の開発に携わっていた技術者の一部は、フランスのミュールーズ兵器研究所に移って、 突撃銃の研究を続けた。1946年から1949年にかけて、シームに勤務していたルートビヒ・フォルグリムラー博士とテオドール・レフラー博士は、STG45 のメカニズムにアレンジを加えて、新型小銃の設計を行った。この新型小銃は使用弾が異なる3種類が設計された。すなわち、30カービン弾。 7.92X33mm 弾、7.65X35mm 弾の3種類である。アルミ弾頭を使用する 7.5X38mm なる新型銃弾の開発も並行して行われていたが、この計画は1947年に放棄された。レフラーが設計した突撃銃は、ケリビンミトラスモーデル1950なる正式名を与えられ、 シーム、シャテルロー造兵賞、サンテティエンヌ造兵将などが設計した12種類の突撃銃とのトライアルに臨むこととなる。ホルグリムラーは後にスペインのセミーに渡り、セトメライフルの設計に関与した。最終的に西ドイツはセトメライフルのライセンスを購入し、ヘッケラー国ホ社によって改良されたものに G3 の正式名を与えた上で採用した。その後、 同社は G3 小銃を原型として、機関銃や、狙撃銃、短機関銃など様々な銃器の開発を行った。第二次世界大戦後、その他の国でもシグ SG510 のように、ローラー遅延式システムを採用した小銃の設計を行った例が知られている。セネック・ピーター・ザ・ジャーマン・アサルト・ライフル、1935-1945 ページ153パラディンプレス1987セネック158佐藤島岡徳井雅美、徳井雅美講習会2009ヘッケラーコッホ宝 G3 栄光と挫折結果のご報告2012年11月25日閲覧ありがとうございます